あ、すいませんでした。もう一回読まなきゃいけないかな。勝彦さん、ケケケさん、ザシュケンさん、アンジビさん、コッコさん、カッちゃん、おはようございます。おはようございます。許さないとダメですか？許さないとダメです。許さないとダメです。まあ、キリスト教は許すことと言ったら過言ではないと思いますね。イエス様の教えは許すこと、まあ、愛することと大体同じです。許すこと、愛することですね。みーちゃん、はい、おはようございます。ルルさん、おはようございます。ハルキさん、おはようございます。ギゼルさん、おはようございます。ヤギさん、おはようございます。今日はそうですね、まあ晴れてると言ってもいいかもしれませんね。はい、今日は雨が降らなくてよかったですね。雨が降らなくてよかったです。マルクスさん、かぼちゃの料理を食べる、まあ、かぼちゃを食べちゃいけないということではありません。愛するってどういうことなんですか？愛する、ね、一言でなかなか言えません。愛するというのはですね、深いのですね。愛するってすごく深いです。で、私たちは神の愛で愛することを学んでると言ってもいいでしょう。なかなか人を愛せない。係長さん、おはようございます。なかなか人を愛せない。だから私たちは愛することを学んでいると言えるでしょう。あ、 YouTube ちょっとダメですね、ごめんなさい。ちょっと YouTube はここはちょっと難しいのかもしれませんね。日によって違うんですね。日によって電波がいい時と悪い時があります。最近ちょっと悪いですね。みーちゃん、基本は神の愛ですね。人の欲ではない。そうです。愛することを私たちは学んでます。まあ、難しい。といえば難しいんですが、でもそれだけ素晴らしいということですね。愛することは難しいですが、素晴らしい。ですから私たちは、なんて言うんでしょうかね。愛することを学んで、愛することを身につける。人生は神の愛だということですね。人生は神の愛。春樹さん、キューちゃんはディズニーランド行ったことありますか？昔行ったことがあります。昔ですね。最近は全然行ってません。今日のタイトルは、今日はハロウィーンですね。今日はまあ、ハロウィンですが、ここですね、ずっと、ハロウィンは良くない、ハロウィンは良くないとずっとやってきました。それはですね、そのハロウィンは年に1回ですね。年に1回です。ですからそのハロウィンにですね、ハロウィンに私たちはその対抗しなければならないと思います。よく夏祭りにね、夏祭り対抗配信っていうのを毎年してました。今年はできなかったんですが、でそれと同じように、まあ、ある意味ではここ1週間もしてないかもしれません、ハロウィン対抗配信をしています。ハロウィン対抗配信をしています。今日がね、今日の夜はちょっと分かりませんが、今朝の放送もハロウィン対抗配信ですね。
そして今日のテーマはですね、タイトルはですね、ハロウィンはオカルトである、ハロウィンはオカルトであるというタイトルです。オカルトとは何でしょうか。オカルトをですね、辞書で引くと目に見えない超自然現象とかですね、まあそういうようなことが書いてあります。目に見えない超常現象、超自然現象と書いてあります。みーちゃん、この世はオカルトだらけですと。あ、そうですか。この世はオカルトだらけ。日本ではですね、あのムーという雑誌がありましたけど、そのムーという雑誌から、オウム真理教っていうのも影響を受けたらしいですが、ムーからですね、オカルトブームがありました。しかしですね、皆さん、そのオカルトというのはですね、カリスマ派から考えれば、カリスマ派から考えれば2つの側面がありますよね。2つの側面、つまり悪魔に属するオカルト、ね、悪魔的な世界、悪魔的な世界をオカルトと言えるでしょう。で、神様の世界、神様の世界は確かに目に見えない超常現象、超自然現象ですが、スーパーナチュラルと言いますが、それは私たちはもちろんオカルトとは言いません。だから、オカルトの定義がいろいろあるということですね。いろいろあります。カリスマ派からすれば、宗教はオカルトと言えるでしょう。宗教はオカルト。なぜかというと、それは悪魔に属するからですね。悪魔に属するようなことがオカルトと言えるでしょう。もちろん、無宗教、広い意味で言えば、無宗教や無神論もオカルトと言えるんです。なぜかというと、悪魔と関わっているんです。直接的にかかってなくても実態がそうだということですね。ですから、この世は、みーちゃんが言ったように、この世はオカルトだらけというのは正解ではないかなと思います。ぼっちさん、ハロウィンのコスモ、表現の自由じゃないの。もちろん表現の自由ですよ、ね。コスプレしたからね、日本の法律では当然それは、問題ないわけですが、ただカリスマ派からすると、カリスマ派からするとそれは霊的には問題があるよということですね。コリクニさん、おはようございます。それでですね、オカルトというのはですね、わかりやすく言えば、魔術とか、悪魔的な占いとか、なんでしょうかね。そういう超能力とかね。UFO もですね、一種のオカルトの一種ですね、UFO もね。で、それは、カリスマからすれば、それは、あれですね、悪魔的な問題だということですね。悪魔的な問題。そういう意味ではですね、日本のお祭り、ね、伝統的ないろんな日本のお祭りもオカルトと言えるでしょう。ただ、日本の人たちはね、日本の文化としてお祭りをしたり、伝統を守ってるようですけど、でもそれをですね、もう一度見直す必要があります。私たちは、ある意味では、オカルトの伝統を引き継いでいる。だからハロウィンもですね、オカルトなんですが、新しい文化として、日本に、定着しそうになっています。もうすでに定着しているかもしれません。つまり、その悪魔がですね、悪魔が、
オカルトを、まあ、なんて言うんでしょうかね、人類に与えて、それを定着化して、悪魔が人類を支配しようとしている、もうすでに支配していると言ってもいいでしょう。多くの人は、お祭り気分で、お祭りをします。ハロウィンをします。しかしそこには、悪魔の策略があるんだ。悪魔の策略があるんだということですね。セシさん、やりたい人がやればいいんじゃないか。もちろんですね、強制はできないし、強要はできませんよ。信仰っていうのはそもそもそういうものです、ね、強制はできないです。でもですね、皆さん、セシさん、例えばですね、麻薬をしようとしている人にね、やめなさいと言うべきだと思いませんか。麻薬をやってる人にね、麻薬はしない方がいいですよと警告すべきじゃないですか。だとすればですね、オカルトも良くないということを知らないからやってるわけですけど、知ってる私たちはね、オカルトが良くないということを知ってるならば、オカルトは良くないよ、オカルトは危ない、ね、悪魔の策略があるよと言うべきじゃないですか。好きだからやりたいからやってていいという、そういう問題ではないでしょう。本当の愛は、ね、本当の愛は真理を知ったならば、その人が、不幸になるのではなく、その人が、健全になること、幸せになることを導くのが愛ではないでしょうか。ルーさん、テレビでハロウィンの楽しみ方講座なんてやってます。まさにですね、まあ、なんて言うんでしょうかね、ハロウィンの恐ろしさを知らない世の中、世の中はハロウィンの恐ろしさを知らないのです。コクリさんも良くないですよ。コクリさんも非常に危険です。コクリさんやっておかしくなった人がいますね。コクリさんやっておかしくなった人がいます。みーちゃん、強制はできないけど愛を信じた方がスムーズだよ。そうですね。はるきさん、そのですね、そのハロウィンとか夏祭りのね、結果霊的に悪魔に縛られる、なかなかその弊害が見えないかもしれません。が、まあ、簡単に言えばですね、ハロウィンの弊害の一つはですね、多くの人が魔術とか魔術に心を開くみたいなね、若い子供たちが魔術とか占いに心を開いていく、それが大きな弊害だと思います。私たち、カリスマ派はですね、そういう聖書では占い、霊媒行為を禁じられています。占いね、霊媒行為っていうのは死人を呼びつけて死人と話をすることを霊媒と言いますが、聖書ではそれ禁じてます、ね、当然聖書はですね、悪魔悪霊と関わることを禁じてます。悪魔悪霊と関わることを禁じてます。ですからオカルトを禁じてると言えるでしょう。魔術を禁じてます、ね、聖書では魔術を禁じてます。だからオカルトを禁じてると言えるわけです。オカルトを禁じているということは、ハロウィンとか、ね、夏祭りとか、イエス様以外の宗教、ね、イエス様以外の宗教を禁じているということですね。多くの人は霊的に無頓着、ね、ハリーポッターも良くないんですよ。ハリーポッター、多くの人はですね、ハリーポッターが好きかもしれません。ハリーポッターはですね、まあ、魔法の学校
で魔法を学んで呪文かなんか言いますよね、あれもですね魔法に、その道を開いてしまう、多くの人はですね摂氏さんには悪い影響があるってことは摂氏さん自身に気づいていませんね。でも私は気づいてますね。摂氏さんに摂氏さんがオカルトをやった悪い影響があるということが私には分かります。聖書の魔術を禁じている箇所ですか、レビ記とかですね申命記とかあると思いますね、聖書でググってくださいね、占い、ね聖書で占いってググってください、出てきます。はい、皆さん、信仰というのはですね、信仰というのは霊的な戦いです。霊的な戦いということは霊的に戦っている敵は悪魔だということですね。敵は悪魔で、多くの人は霊的に無知なゆえに、悪魔がいるかどうかも知らないし、悪魔の策略も知らないし、悪魔に騙されて、悪魔に騙されてやられているということですね。ですからそれを知っているカリスマ派はですね、なぜキリスト教と言わないでカリスマ派かというと、キリスト教でもねそういう霊的なことが、まだよく分かってない、人たちもいるのです。カリスマ派が一番その霊的なことを、強調しています。霊的なことを強調しています。だからこそそれを警告することができるんです。ハロウィンがね、ハロウィンは危ない、ハロウィンはやめましょうと警告しているのは、ほとんどカリスマ派だけだと思うんですね。カリスマ派だけがですね、ハロウィンを警告し、ハロウィンは危ない、ハロウィンやめましょうと警告しています。何でもダメダメ言い過ぎです。はい、立法主義でね、あれはダメ、これはダメっていうのは良くないでしょう。立法主義であれはダメ、これをダメというのではなくて、聖書がダメだと言ってることだということですね。聖書がダメだよと言ってることがあります。そしてそれを立法主義的に捉えるのではなく、なぜダメなのか。なぜダメなのか、その理由を学ぶ必要があります。占いがダメだという理由は、占いというのは私たち信仰というのはイエス様に聞くわけですね、聖霊様に聞くと言ってもいいでしょう。聖霊様に聞くのが信仰です。悪魔に聞いたり悪霊に聞いたりする、でこれが占いということですね。ですからお祈りしてね、イエス様にいろいろ聞くのは、これは占いではないのですね。これが正解です。しかし、イエス様じゃないもの、イエス様じゃないものに何か聞いたりするのが占い。だから占いはすごく良くないということですね。占いはすごく良くないということですね。そういうわけでですね、今日はハロウィンですが、ハロウィンがなぜ良くないのか、ハロウィンをお祝いしてはいけない理由、もう皆さんはだんだん分かってきたと思いますが、悪魔がですね、そういうハロウィンとかそういうものを、利用して人々を、束縛するために、サタンの餌食にするために魔術に引き込み、オカルトに引き込み、占いに引き込み、そういう悪霊を入れ込んでいく、という、そういう悪魔の戦略ですね。皆さんが悪魔の戦略を学んでほしい。
それは悪魔に勝つために、悪魔に騙されないために必要だということです。イエス様は、そういうことをですね、私たちに教えようとしています。イエス様は、悪魔に、十字架は悪魔に勝利したことですが、私たちも、自分の力で悪魔に勝つことはできません。自分の力で悪魔に勝つことはできませんが、十字架の力で、十字架の力で悪魔に勝つことができます。兄ちゃん、俺も悪いことをしてたの。悔い改めてイエス様に愛をもらってる。罪人、プライドの人だったの。ああ、アメン。アメン。キュウちゃんが一人でダメダメ言っても世の中には全く影響がないので。いや、はるきさん、そんなことないですよ。やはりですね、ハロウィンは良くない、ハロウィンは危ないっていうふうに言い続けることは世の中に影響すると思います、ね。実際この放送を見てる人は少ないかもしれません。実際、実際見てる人は少ないかもしれないですけど、霊的な影響があるんです、ね。祈れば叶えられるというのは霊的な影響です。人にね、その祈ったからといって人にまあ聞けない祈りがあるわけです。しかしそれは、その影響があるんです。ですからこの放送でハロウィンが良くない、ハロウィンが良くない、そしてイエス様にハロウィンを縛ってくださいと、ハロウィンの呪いを断ち切るっていうふうに祈る時に、それは影響するんです。世の中に影響するんです。ですから悪魔と戦わなきゃいけないということですね。悪魔と戦うことによって私たちは勝利できるということです。ハロウィンがダメなんて本当に聖書に書いてますか？聖書に書いてあるのはね、占いがダメとか、それから魔術がダメとか、霊媒行為がダメとか、そういうふうに書いてありますね。ハロウィンという言葉は聖書にはもちろんないですね。ハロウィンという言葉はないですけど、魔術はダメだと書いてありますね。魔法、魔術はダメと書いてあります。それでは明石タイム行きましょう。明石タイム。イエス様を信じて、イエス様を信じて、ああ魔術っていうのは良くないんだ、占いは良くないんだ、魔法とか、そういうのは良くないんだ、オカルトは良くないんだということが分かるようになった証。オカルトは悪魔に関わることだということが分かるようになった証。占いをやめた、占いをやめた、オカルトをやめた証スタート。占い、オカルトをやめた、非常に危険だということが分かった証スタート。みーちゃん、悪霊が入るから全部ダメです。アメン。悪霊が入るから全部ダメです。ヤソさん、反対です。反対です、ね。自分の中に憎しみが入ってしまうお祭りなんですね。自分の中に憎しみが入ってしまうお祭りなんです。今日本はね、占い
が、まあ、本当に蔓延してますね。もう占いだらけです。あれも良くないんです、ね、オカルトブーム、オカルトブームです。占いブームはオカルトブーム、それも良くありません。多くの人は占いで、ね、サタンに束縛されています。アジゼルさん、お祈りありがとうございます。お祈りありがとうございます。セシさん、だったら麻薬をやりたい人はやってもいいんですか？麻薬はやりたい人は放置していいんでしょうか？みーちゃん、キリストは宗教じゃなくて真理、本当のことなんです。人格が問われる。アメン。キリスト教は、ね、もちろんキリスト教が全部ではありません。キリスト教でもちょっと間違ったキリスト教もありますから、本当のキリスト教と言ったらいいでしょうかね。本当のキリスト教は宗教ではありません。宗教はオカルトですね。宗教はオカルトです。カリスマではですね、宗教の霊という、宗教の悪霊という言葉を使います。多くの宗教は宗教の悪霊なんですね。宗教の悪霊。リトルさん、もちろん霊能力者、霊視などもダメですね。霊能力者、霊視もオカルトです。オカルトです。それダメなんです。南京大虐殺は真実だと思いますか、ジュデロンさん。真実だと思います。真実だと思います。タカさん、もう40歳ですが、これからエルテル教会に通ってもいいですか？チャーチスクールのことですか？チャーチスクールは無理ですけど、礼拝ならぜひ来てください。太郎さん、私は神と共に生きることにしました。アメン。素晴らしい。私は神と共に生きることにしました。それが信仰です。それが信仰です。ジゼルさん、宗教の本を読むのが趣味です。それではですね、カリスマ本の本を読んでくださいね。カリスマの本を紹介しますか。そのキリスト教の本というよりも、ね、カリスマ派の本があります。みーちゃん、真実と真理は違う。真実は本当に起こったこと、真理は本当の魂。カリスマ派の本は書店にあるの。キリスト教書店にあります。普通の本屋さんにはほとんどないですね。アマゾンであります。まあ、カリスマの本はどれか分かんないと思いますので、まあそうですね、マルコーシュパブリケーション、マルコーシュパブリケーションという出版社はカリスマ派の出版社ですね。カリスマの出版社です。金寿さん、おはようございます。渋谷には行きません、渋谷には行きません。みーちゃん、真理はないがしろにされてる。嘘に歪められてる。その通りです。世の中は、嘘だらけですね。世の中は嘘だらけ。多くの人は真理を
まあ、何でしょうかね、邪魔さ、知ることを邪魔されてると言えるでしょう。蛇は悪魔のものですか。一応ですね、蛇はですね、蛇は悪魔のシンボルと言えるでしょう。アダムとエヴァを騙したのは蛇だと書いてありますけど、その本質は悪魔ですね。悪魔がですね、まあ悪魔の一つの形、それが蛇です。ハロウィンに行かない方がいいですか。もちろん行かない方がいいです。悪魔をですね、お祝いしてはいけません、ね、悪魔をお祝いしてはいけません。シシさん、その通りですね。モーセの聖堂の蛇の杖、まあ、その蛇は確かにイエス様を表しています、ね。でもそれはですね、イエス様が呪われたものになってくれたという意味で、蛇なわけですけど、だからといって蛇が肯定されるということではないんですね。近所さん、明治節パレード大城祭新嘗祭があり、あるそうです。祝ってはいけませんか。祝わないでください、ね、祝わないでください。大城祭新嘗祭はですね、天照大御神を、まあ、祝うんですね。天照大御神を祀っています。皆さん天照大御神なんて信じてないでしょ。信じてない神をどうしてお祝いするんですか。おかしいでしょ。天照大御神はどんな神かも知らないでしょ、ね。知らない神をどうしてお祝いするんですか。メタルギアというゲームはスネーク、ヘビが主人公です。反キリスト的ですね。そうですね。リトルさん、ヘビが悪魔ならヘビ柄の黄色の財布とかも良くないですね。いや、私は嫌ですね。私は嫌です。はい、それではファイナルメッセージ。皆さん、私たちは、この地上で、そのイエス様と出会う必要があります。そしてイエス様からイエス様の教えを学んで、そのイエス様の教えの中にはそういう霊的な教えがたくさんあるわけですね。霊的な教えがある。私たちは神の愛を学ぶと同時に、神の愛を学ぶと同時に悪魔に立ち向かわなきゃいけないということです。悪魔に騙されてはいけない。イエス様の教えを一番にしなければならない。イエス様の教えと悪魔の嘘とはちょうど正反対なんですね。だからイエス様の教えを学ぶということは、ね、悪魔の嘘を見破るということです。でも多くの人は悪魔の嘘に騙されている。悪魔の嘘に騙されているということはイエス様の教えがわからないということでもあるわけです。悪魔の教えを見破るならばイエス様の教えがよくわかるということですね。ちょうどイエス様の教えと悪魔の嘘が正反対ですね。ナオさん、おはようございます。アイセシさん、その通りですよ。アマテラスオミカミは、何でしょうかね。その、ね、
イザナギとイザナミの子供ですよね。イザナミとイザナギの子供、それがアマテラスオミカミですが、それはまあ私たちは本当の神とは思いませんね。私たちは神様は一人と考えますね。神様は一人と考えます。太郎さん、キュウちゃんの教会で洗礼受けれますか？受けれますよ、受けれますよ。ぜひ問い合わせください。それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、ああ、ハロウィンはオカルトだったんだ、ハロウィンはオカルトなんだ、宗教はオカルトなんだ、占いはオカルトなんだ、ああ、それは、悪霊と関わることなんだ、悪魔は悪霊と関わることなんだ、私たちは悪魔と関わってはいけない、イエス様と関わらなければならない、イエス様と関わらなければ結局は、悪魔に縛られてしまう、悪魔に縛られてしまう、ハロウィンがオカルトだということが分かった、ハロウィンがオカルトで悪魔の罠だということが分かった、もうそういうものを騙されない、もう悪魔に騙されない、もう悪魔に騙されないで、これからは、オカルトにしないようにしよう、オカルトから距離を置こう、オカルトに関わらないようにしようと決心して、イエス様を信じる人、アメンと言ってください。オカルトには関わりたくない、悪魔と関わりたくないという人、アメンと言ってください。アメン、アメン、アメン、アメン。今夜の渋谷は危険です。そうですね、今夜の渋谷は危険です。アメン。天の父様、多くの人が騙されています。悪魔に騙されて、オカルトに引き込まれ、魔術とか占いに引き込まれています。その結果、多くの人が悪魔の声を聞いてしまいます。悪魔の嘘に引き込まれます。洗脳されます。多くの人が、悪魔に、利用されて、悪魔に利用されて悪いことの、その操り人形になってしまいます。どうぞイエス様、今日はハロウィンで、多くの人がハロウィンのお祝いをするかもしれません、彼らを助けてください、救ってください。彼らがハロウィンが、危険でオカルトだということを知ることができますよ。ハロウィンがオカルトで危険で悪魔に関わる問題だということを知って、イエス様と、イエス様に立ち返りますよ、イエス様に立ち返りますよ。多くの人が悪魔から離れますよ。悪魔から救ってください。世界中の子供たちを悪魔から救ってください。世界中の人たちを悪魔から救ってください。悪魔の仕業を断ち切ってください。イエス様の光で闇を消します。イエス様の神の光で闇を消します。闇を打ち消します。イエス様、あなたの光を日本中、世界中に輝かしてください。あなたの真理の光、あなたの愛の光を、愛の光を日本中、世界中に輝いてください。あなたは十字架によって悪魔に打ち消しました。悪魔は敗北者です。悪魔は人殺しで嘘つきで敗北者です。イエス様こそ勝利者、イエス様こそ勝利者。イエス様、どうぞあなたの勝利を高々とこの日本に、この世界に、掲げてください。あなたの勝利を示してください。あなたの勝利を表してください。あなたを信じます。アーメンと言った方々がイエス様を信じて勝利の人生を始めますように。あなたも兵士となって悪魔と戦う、人生が
始めることができますように、イエス様感謝します。ハロウィンを断ち切ってください。ハロウィンを断ち切ってください。日本中、世界中のハロウィンを断ち切ってください。悪魔の仕業を断ち切ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。皆さん、ぜひ今日はですね、祈ってください。イエス様に祈って、騙されている人たちを救いましょう。悪魔に騙されている人たちを救いましょう、ね。多くの人たちが、悪魔に、引き込まれています、ね。ぜひ皆さん自身がはっきりと理解しましょう。それではまた夜7時にお会いしましょう。シャローン、シャローン。